スノーマン・ラウール、パリコレ公式動画のトップに登場モデル、アイドル。ハイレベル、五刀流の規格外20歳。5月23日、パリファッションウィークいわゆる、パリコレの公式インスタグラムと TikTok が更新された。メンズの25年春夏コレクションのファッションショーが6月18から23日に行われる、という告知動画だが、そのサムネイルが注目を集めていて、サムネイルと動画のトップを飾ったのが、スノーマンのラウールさん、20、だったんです。ラウールさんはバレンティノの白い半ズボンコーデで最初に登場。その後、数名のモデルの映像が流れてから、グリーンを基調とした、ボタニカル柄の酒井のコーデ姿で2度登場していました。今年1月にパリで開催された2024秋冬メンズコレクションの際の映像ですね。女性誌編集者、ラウールが多くの海外モデルの中から、インスタと TikTok のパリコレ公式動画でサムネイルと動画のトップになったこのことに X、旧 Twitter は沸騰。